こんにちは、速稼塾の久保です。突然ですけども、これを見てください。これはね、麻雀の世界で、まあ、神様じゃないか伝説じゃないかって言われている桜井翔一さんの、まあ、漫画なんですよね。桜井翔一さんが描いた漫画じゃないですけどもね、桜井翔一さんというふうなね、麻雀で、裏の世界で20年間無敗のまま引退して、未だに、1回も負けたことがないというね、まあ、そういうふうなね、桜井翔一さんの現役時代のモデルにした漫画なんですよね。で、今回ね、何が言いたいかってことなんですけども、ちょっと本棚に入らなくなっちゃいました。この桜井翔一会長って言うんですけども、桜井会長の麻雀の、実はね、私広島支部同好会を、まあ、預からせてもらったんですよね。私がやっていたオープンリーチっていう麻雀層は、もともとこの桜井翔一のジャンキ流麻雀っていうのが、なんとかね、広島でも普及できないかなっていう私の身勝手な気持ちから始めてるんで、オープンの時からその勉強会っていうのがあったんですよ。桜井翔一、ジャンキ流勉強会っていうのがね。で、オープンしてから結局閉店までずっとやってたんですけどもね、まあここではね、まあ、本部道場っていうのが町田にあるんですけども、そこに行ったりとか、高槻といって大阪にもね、道場があって、私たちは広島西日本なんで、高槻道場に定期的にお邪魔して、月に1回とか2回お邪魔してね、でそこで、まあ、訓練を受けるというか、稽古をつけてもらうわけなんですけども、一番最初に行ってものすごくトレーニングしたことっていうのは何かっていうとね、麻雀ですよ。麻雀の戦術とか読みとか気迫とか、じゃあどういうふうなパイを切るとか、そういうんではないんですよ。なんとね、座り方なんですよ。こう、タクっていうね、テーブルに腰をかける時の座り方があるんだと。座り方、足の組み方、手の置き方、肩の、ね、姿勢、それから視線、こういったものを全て、こう基本動作っていうんですよね。それを身につけて、それができるまではそればっかりやるんですよ。で、それができたら、やっと麻雀牌をね、積もって切るみたいな動作があるんですけども、この積もって切る動作も基本動作なんですよ。今私何気なくこうやってやってますけども、まあ、普通ね、麻雀牌あるかな、街で麻雀やろうとすると、いっうーダメだーみたいな感じでやるんですけどもね、こういうオーバーアクションをなくして、必要最小限の動きでね、やっていくと。で、牌こうありますけども、くる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 って繰り返すと、こういうふうな基本動作をまず練習して、それができるようになったら、ハイパイですとかね、ツモですとかね、実際の試合ですとかに向かうんですよ。まあ、ですんで、公式戦っていうのがあるんですけども、公式戦に出れるメンバーっていうのも限られていて、出てもいいよってレベルに行かないと、出してすらくれないんですよ。で、私はね、その、ジャンキ流勉強会の、まあ、同好会、まあ、そういった、公式リーグがあるんですけども、こちらの方で、僭越ながら、初出場で、すぐに優勝させていただいたっていうことがあってね、賞状があるわけなんですけども、賞状今度はね、持ってきますけども、まあそれをね、誇りたいわけじゃなくて、今回お話したいのは、どのぐらい基本動作が大事かってことなんですよ。はばかりながら私は基本動作を、まあ、結構ね、評価が良かったんですよ、最初から。結構器用なんですよね、手先とか、これご覧になって分かるように、こういう風にとか、あと座り方とかね、あとこう意識の向け方とか、いろいろと、まあ、細かいところいっぱい指導を受けて、全然完璧ではないんですけども、でもまあ、評価はいただいたところがあってね、まあ、まだまだですよ、まだまだですけどもね。で、私思うに、その基礎の上にいろんな技とか考え方とか、まあ、応用とかっていうのが成り立っていくんで、本当に徹底的に基礎をやらないと、その上にどんなものを積み上げてもね、基礎があやふやだったらすぐに倒れてしまうと、小手先の技になってしまうってことだと思うんですよ。はい、そしてビジネスなんですけども、ビジネスもやはり基礎がものすごく大事です。サラリーマンの方でしたら、名刺の出し方とか、挨拶の仕方とか、例えば車に乗るときどこが上座か下座とか、エレベーターに乗るときはどこなのか、これ全部ね、基本動作なんですよ。これは、くだらないことを覚えるとか覚えないとかじゃなくって、こんなことは息を吸うように当たり前のようにさささっとこなせるから一目置かれるんですよね。サラリーマン世界でのいわゆる常識ってものが難なくこなせるから次を任せていただけるんですよ。それなのにね、常識を古いもんだとかね、
くだらないとか意味がないとか仕事ができればいいだろうみたいなところから始まると、これはねやっぱりやっていけないんですよ。たまには異端な人がねそういう世界を作ることもありますよ。でも大抵の人は普通の人なんで、基礎を積み上げて常識を積み上げて、その上にしか自分の考え方や非常識なことっていうのは認められないんですよ。それがまあある意味そのサラリーマン社会っていうのをしっかりと守ることでもありますし、それからね異端ってものを排除するわけではないと。異端ってものはあくまでも常識的な行動ができる上に成り立つものなんですよね。よく言いますけども個性ってのは本当にね違う格好をするから出てくるんではないんですよ。同じ格好をしているのに目立つところが個性なんですよ。例えばね大谷長島っていうね古い野球の選手がいますけども、他のチームメートと同じルール同じユニフォーム同じグラウンドにいるのに、まあ名前は歴代残るわけですよね。じゃあビジネスでどうやって名前を残すかって言ったら、派手な動画編集とか、それからねプロダクトローンチとか対談相手が有名人とか、こういうものではないんですよ。自分がどんな思いを発信してるか、そして、自分の基本動作がどのようになってるか。例えばね、例えば YouTube の基本動作って何かなと私はちょっと考えてますけど、それはですね日々発信なんですよ。当たり前のように日々発信、何かを買ったら発信、体験したら発信、事故ったら発信、怒られたら発信ね。何か平穏とは違うエピソードが起きたら全てネタ、いやいや普段と変わらないことすらネタになるというね、こういったことが全て基本動作だと思うんですよ。もうそれこそね24時間どの時間を切り取っても自分の動画コンテンツにできるぐらいのね、これが私は基本動作だと思うんですよ。なのにねよし動画撮るかみたいなね、もうすでにそのイレギュラーなんですよね。多くの人にとっては動画を撮るとか発信をするってことが普段とは違うことをやるっていう意識なんですよ。違うんですよ。基本動作ってのはもう寝ていてもやることなんですよね。寝ていてもできるようなことが基本動作ですから、まさに呼吸と同じですよね。で私はある意味ねこの隠居生活5年ぐらいになりますけども、4年か5年になりますけども、基本動作が当たり前に稼ぐってところにあります、まあ、ですんで私が例えばね商品を作ったりとかセールスをかけたりとか、それから価格設定をしたりとかっていうのをほとんど意識してないんですけども、私の動画には必ずそれが入ってるんですよ。まあ、必ずって100本中100本に入ってるわけじゃないんですよ。でも100本中100本には私は集客とかメッセージとか価値提供ってものが入ってるんですよ。いわゆる自分のところに振り向かせるようなメッセージを入れてるんですよね。それは絶対に入れてるんですよ。もちろんね私のメッセージが響かない人は当然いると思います。でも響く瞬間もあるんですよ。それがわからないから発信回数が当たり前に増えていくってことなんですよね。私がこれはすごいなと思ったことでもそうでもないと捉えられることもあるんですよ。でも私が何気ないことを発信しても何気なくないって思われることもあるんですよ。ですんで平穏な時も発信、特別なエピソードがあった時でも発信、どこに、人のね心を引くものがあるのかっていうのも分かんないんですよね。これは常に相対関係でできてますから。でもこういうふうな相対関係とかなんだかんだと言ってもね、結局自分がここにいますよっていうふうな発信がなければそれは誰にも伝わらないですから、基本動作、ビジネスマンの基本動作っていうのは知らせること、情報発信をすること、これ以外にないと思うんですよね。そういう意味で私は多分一生基本動作だけを繰り返していくんだろうなと思います。でハワイで石を売るとか3年間で1億稼いだっていうのは本当小手先なんです。あんなの基礎を積み上げていったらたまたまそういうのがボン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 出てくるんですよね。だからそれを使ってフックさして、で例えば塾に入ったら基本動作をね絶対に一からやってもらわないといけないんですよ。基本動作をで基本動作で挫折するんですよ。なぜか一番簡単な基本動作で挫折するんですよ。じゃあ難しいこととか応用編とかテクニックとかね、それは全然身につかないと思うんですよ。ということでね、今回は基本動作がどのぐらい大事かってことをまたねここでお話しさせていただきました。皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。ちなみにねなんかね基本動作とは全く関係ないんですけども、これ見てください。このフィギュア、ね、最近のリアルですね。こう本当になんかアニメの女の子が動き出しそうですよ。これまさにこのなんかこう木っていうかね、こういうのに腰掛けているところ、ほんとよくできてますよね。こういうのがやっぱりね1000円とか2000円とかで売ってるみたいなんですよ、うん、もう一個お見せしましょうか。もう一個これ帽子をね、ほら帽子を持ってるんですよ。これちょっとなんかこうエッチな感じになってきましたけども、ほらねこれすごいですよね。
だこういったフィギュアも基本動作を積み上げていって、プロポーションですとかスタイルですとかバランスだとかっていうのがだんだん身についてきて、で、ある一定のねアニメの主人公かなんかを再現できるように、これ型を作る人ができるようになったんでしょうね。だからどんなこともプロフェッショナルっていうのは基本動作をものすごく大事にしますし、いつまでも素人っていうかね、アマちゃんっていうかね、そういう方は基本動作が全くできてないし、基本動作がつまらないとそれは感じるんですよ。 FX も同じです。基本動作、いわゆる暗記だけで、まあ、勝てるんですよ。これをね、繰り返し私はこの4年間 FX については言ってきました。でもやっぱりね、その基本ですとか暗記項目を軽んじて、まあね、チャートにログインしちゃうんですよ。それじゃあダメですね。素振りもしないのに、キャッチボールしたこともないのに、いきなりね紅白試合とか、ダメですね。そんなことやっても怪我しますよ、逆に、と思いますんで、皆さんね、怪我をしないようにやっていきましょう。